皆様、今日も秀久をご利用いただきましてありがとうございます。今回の動画は加藤さんから発表がありました発売予定日について秀久校の目線で紹介いたします。今回はポスター3枚分の発表がありました。まずはこちらから紹介いたします。 EF55 高崎運転所です。 EF55 は1936年昭和11年に3両が製造されました。当時はね、空前の流線型ブームで、蒸気機関車では C53、43号機や C55 の20から40号機、電車ではモハ52型流電やキハ43000型が流線型で登場しました。そして EF55 も独特な流線型で登場しました。沼津機関区に新製配置され、東海道本線の特急列車牽引を任されました。戦後1952年に高崎第二機関区へ転属。その後はね、メンテや運用の不都合さから運用から外れることが多くなって、1962年から1964年にかけて廃車となります。モデルとなった1号機は廃車後、中央鉄道学園の教習車となり、その後高崎第二機関区へ移動し、長年留置されながらも整備されて、1986年には大宮工場にて復元、車席が復活しました。そして高崎線、信越本線、上越線などを中心に12系旧型客車、ジョイフルトレインなどの牽引に活躍しました。模型はこの頃の姿が再現されます。同機は2009年に運用を終了し、2015年より大宮の鉄道博物館で保存展示されております。模型は昭和61年、1986年の車席復帰後、高崎線、信越本線、上越線などで活躍していた頃の形態で製品化。スピード感あふれる流線型の車体を的確に再現。車体に覆われた仙台車を実車同様の外観で再現しつつ、最小通過曲線半径 R282 の走行を実現されました。スロットレスモーターの採用でスムースかつ静寂な走行性を実現。信号変換、列車無線アンテナはお好みに応じて平成14年、2002年以降の姿も再現可能となります。前員側、後位側ともヘッドライト点灯。前員側はダミーカプラ、後位側はアーノルドカプラ標準装備。前員側用重連用アーノルドカプラ、ナックルカプラ、後位側用交換用ナックルカプラを付属されます。前員側用のヘッドマークが付属されまして、高崎線開業120周年、奥利根、ありがとう EF55、 さよなら EF55 を付属。ナンバープレートは EF55 の1号機が取り付け済みとなります。そして記載のパーツが付属品となります。こちらの商品は3095 EF55 高崎運転所、2023年8月の発売予定です。また EF55 の発売に合わせて、高崎運転所旧型客車セットがラインナップされております。 EF55 が1986年昭和61年に復活した際に、全国に残存していた旧型客車を高崎客車区に集結させて、イベント列車として運行が開始されました。模型はこの時の編成が再現されています。スーハフ42が2両、オハ474両に加えて、戦災復旧車の救援車スエ78を加えた7両セットになります。1986年昭和61年当時の高崎客車区所属の旧型客車で組成されたイベント列車を製品化。列車無線アンテナ、客扉、自動作業装置設置前の形態を再現。本来は救援車であるスエ78の特徴的な外観をはじめ、各車で車番ごとに異なる各扉、窓、便所、洗面所窓、砂防家の域などを作り分け、スエ78の15号車は EF55 復活運転当時の非デッキ側の貫通扉が塞がれ、側面デッキの扉がない形態を再現。塞がれた貫通扉は付属の貫通フォローと交換することで、貫通扉ありの外観を再現可能となっております。
特徴的な TR73 型三軸ボギー台車を再現、スポーク車輪が採用されます。スガフ42、オハ47の客扉窓はいずれもエッジゴム式の形態を再現。各車によって異なる洗面所、トイレ窓の形態を再現。各車とも屋根はグレー、ベンチレーターは黒で再現。スエ78のヒーデッキ側、スハフ42の緩急室側はテールライト点灯、消灯スイッチ付き。スエ78の両エンド、スハフ42の緩急室側は台車マウントのアーノルドカプラー仕様で、交換用ナックルカプラーが付属されます。他は全て台車マウントタイプの加藤カプラー NJP-B を採用されます。行き先サボ、号車サボなどを収録したサボシールを付属。 EF55 の復活記念列車55トレインのテールマーク反射板が付属。そしてこちらのパーツが付属品となります。こちらの商品は10-1805、高崎運転所清田客車7両セット、2023年8月の発売予定です。以上となります。他のポスター分の紹介は別の動画で公開いたします。皆様の車両増備計画のお役に立てれば幸いです。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ひで急行チャンネルでは鉄道の楽しさを発信しております。また系列のぶらりひで急旅行観光チャンネルともどもご視聴並びにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。